どうもこんにちは。それでは早速やっていきたいと思います。今回は人間は真似が好きというお話をしたいと思います。みんな真似どう思いますか？この真似に関する研究は結構前から昔から進められていて、1890年にフランス人の社会学者ガブリエル・タルトが模倣の法則っていう本を書いたんですけど、その中でこう言ってるんですね。社会的な生物は真似が好きだと。社会的な生物、集団で生活する生物ですね。人間とか猿とかチンパンジーとかみんなそうですよね。真似が好きだって言ってるんですよ。じゃあ、なぜ真似が好きなのか。実はこれは真似の特性にあるんですね。真似は生き残る上で非常に効果的な方法だと言ってるんですよ。なぜ人間という種が生き残る上で、チンパンジーという種が生き残る上で模倣が役に立つことだと思いますか？何の役に立つのか、模倣が。例えば原始時代、みんなで狩りをしますよね。隣の人は新しく作った石を削って、それを木に結びつけて作った槍を持ってるけど、自分は未だになんかでっかい石を木に頑張ってくくりつけて、それを持って走ってる。でも重いですよね。しかもちゃんとそれを当てなきゃ動物に怪我はさせられない。槍なら突くだけで怪我を負わせられる。相手の方がいいんですよ。けどそれを真似せずにいると効率が悪いじゃないですか。みんな槍を持ってればそれを投げたりもできるわけですよね。真似をし、他にも相手がこれを持ってるのに自分が一から何か動物を倒すための武器を考えようってなったら時間と手間がかかるわけですよ。これ効率的じゃないですよね。とりあえず真似してみて、それがうまくいったらそのまま使い続ければいいだけじゃないですか。さらにそれを発展させたりもできるわけですし、そうやっていろんなものを真似していって、さらに代を重ねるごとにそれを積み重ねていき、新たなものを追加してさらに真似をするっていうことをどんどん積み上げてできたのが今ここにある文明の秋なんですよ。これが真似のいいところで、すごい効率的なんですね。時間も手間も短縮してどんどん効率的にできるんですよ。この社会的な生活を営んでいる動物たちの中でも人間は特に真似が得意だ、そう言ってるんですね。もちろん人間以外の動物も真似をしたりするんですよ。これは2010年の話なんですけど、ザンビアでチンパンジー保護区があるんですけど、その中にジュリーというチンパンジーがいたんですよ。このジュリーがある日から急に葉っぱを1枚取ってそれを耳に入れるっていうことを始めたんですよ。これが何の役に立つかは全くわからないんですけど、ある時から群れの大半がジュリーと同じことをし始めたんですよ。葉っぱを取って耳に入れ始めた。それが何に役立つかわからないけど、猿たちも真似をし始めたんですよ。猿真似って言いますよね。それが何の役に立ったりするかわかんないけど、とりあえずあんまり何も考えないでとりあえず真似する。バカにする時とかによく使いますが、猿みたいに何も考えずに真似するけど、この猿真似っていうのは猿より実は人間の方がやるんじゃないっていう研究もあるんですよ。箱を開ける実験っていうのがあるんですね。対象にするのはチンパンジーと学校に入る前の子供たちを対象にするんですけど、透明の箱と普通の透明じゃない箱があるんですよ。で、その箱の中にご褒美を入れておくんです。で、手本を最初に見せる大人が箱の開き方を見せるんですね。例えばこっちの鍵を開けて、こっちの鍵を開けると箱が開いてご褒美が取れると。で、実験ではその必要な動作の間に全く必要ない関係ない動作を入れたんですよ。例えばこっちの鍵を開けた後に一周回って手を叩いてからこっちの箱を開ける、それでご褒美を取り出すっていうことをやったんですね。で、チンパンジーは意外と賢い。これを考えて、何が必要な動作で何が必要じゃない動作か考えて、必要じゃない動作を取り除いて箱を開ける動作だけを、必要な動作だけを真似してご褒美を取り出すことができたんですね。けど人間の学校に入る前の子供っていうのはそうじゃなかったんですよ。とりあえず何が必要な動作か分かんなかったから全部真似しちゃうんですね。こっち開けて一瞬回って手叩いてこっち開けてご褒美を取り出すと。透明な箱でやっても透明じゃない箱でやってもそうだったんですよ。さらに動作が簡単に開けられる箱でも簡単に開けられない箱でも、こういうのはあまり変わらないことが分かったんですね。人間っていうのは状況によって何が必要か十分に情報がないとき、とりあえず真似してみるっていうことが好きなんですね。ここまで生存において真似が大事なんだよ、真似が便利なんだよっていうことをお話ししましたが、皮肉なことに人間が真似しやすいのは、真似したがるのはあんまり生活に関係のない役に立たないことを真似したがるんですね。例えば流行なんかがまさにそうなんですよ。ファッション、ちょっとズボンにチェーンつけてみるだとか、ちょっと暗い色のスニーカーが流行ってるからそれをつけてみる、
暗い色のスニーカーだろうが明るい色のスニーカーだろうが生活に対して変化はないですよね。役には立たないですよね。けどそういうものこそ人は真似したがるっていうことが分かってるんですね。面白いですよね。こうやって人間の本能でも何が好きか嫌いかっていうのが分かれてるんですよ。そんないろんな好き嫌いを紹介しているのがこのハマりたがるの好きの科学なんですね。他にもいろんな食べ物とか音楽とかいろんな好きが詰まってるんで、ぜひこちらの本読んでみてほしいと思います。他にもこのチャンネルではね、他の動画でこの本からいくつか取り上げたものを詳しく話しているので、ぜひそちらの動画も見ていただければと思います。ではさようなら。